どうも、ヤンギワンです。皆さん、元気足りてますか？いや、元気がないということで、今日も元気を届け、農業の楽しさ、素晴らしさを伝えていきたいと思います。今回は、冬の野菜農家の一日を撮っていこうと思います。それでは、レッツゴー。おはようございます。今日も朝から元気よく行きましょう。朝はなんとも澄んだ景色、最高。しかしとっても寒いんです。これが畑ですね、はい、今手前側に玉ねぎが、植えてあって、であそこにちょっとあの小さいミニハウスがちょっとキャベツなど、今年の、4月とか、3月ぐらいに収穫が予定です。でここはほうれん草が、4列分巻いてあります。だいたいこれ巻いたのが、去年の11月10月ぐらいに巻いて、で今年の2月ないしは、3月4月に収穫が取れるようになっています。寒い。そしてまああんまりその2月ぐらいは野菜が少なくて、でもう土もカチカチで、収穫とかもほぼ午後、夕方午後ぐらいに収穫をするので、そうですね、今はあんまり収穫して出すっていう感じではないですね。またこれも、今年、の準備的に、また新たにできることが分かったというか、冬場にも野菜を育てられるということも分かり、またこれからね準備していく段階で、冬場やっぱり温度がね下がっちゃうので、そんな中で野菜を育てるために、このハウスを建てましたね。はい、大体朝はランニングを、しながらゴミ拾いをして、こんぐらい朝は冷え込むんだみたいな温度を確認してます。ここは昨日落ち葉をと米ぬかを撒いて土作りしました。ミニハウスを作ったわけなんですけど、ミニハウス何でなんだろう。いや、これでもやっぱマイナスいっちゃうんだ。マイナス寒いですね、結構寒いな。本当にあとごめんなさい、行っちゃうからな。とりあえず寒いんでちょっとトレーニングします。うわ、日が出てきた。ああ、きつい。マジできつい。まあでも野菜の収穫とかが始まっちゃうと、なかなかもうこうやってゆっくりできる時間も多分ないと思うんで。朝ごはんを食べた後に読書をします。この時期は本当に時間があるので、今まであまり読書は得意ではなかったんですけど、向き合うことでものすごく読書が好きになりました。そしてこの本おすすめです。見てみてください。農業いいですよ。2月になったということで、今日から種の購入に行きたいと思います。到着しました。最後の苗を買いに行ってきます。いや本当にここはマジですごい。種類が豊富。師匠にも会えるんでね、忙しそうですね多分。おはようございます。おはようございます。あ、すいません。ハウス今は10何度、もうそろそろ20度ぐらい行くんですけど、朝6時ぐらいではマイナスだったっす。何度？5度とか。あ、やっぱ寒いな、はい、インハウスでも。インハウスでもなんで、朝早く行くか夜ぐらいでハウスの中にいるしかないです。ハウスに泊まります。はい。もうキャンプじゃん。いや、キャンプっすよ。キャンプします。
無事種芋、そして種をいっぱい購入しました。本当に師匠をはじめ種屋さんの人たち本当に温かく、知識から技術、そして買う人のことも考えて苗選びとか種選びまで相談とか乗ってくれて、もうこれはやっていくしかないなと、まあバックアップっていうか力を貸してくださる方がいるので、また一つやらないといけないなと実感しております。これがシャドークイーンジャガイモですね。うん、ジャガイモの匂いですさてさて、どんな味なのかな。で、これがノーザンルビー、これがグランドペチカです。まあ、ちょっとこれ土がかぶっててよく見えないんですけど、これが赤くて、赤黒グロテスクなジャガイモだけど、ここの実は栗みたいな、さつまいもみたいな、本当に煮込むと一つだけ、一人だけ輝いて見えるみたいな、さつまいもじゃないみたいな。完成です。これがノーザンルビー、これがグランドプチカで、これが、シャドークイーンですね。うまそう、やば、うまそう、めっちゃうまそう。うおー、すごい。もうあの、これ何ですかって言われたらもう何でしたのっていう感じ。いただきます。さっき指切りました。これをちょっとして、うん、うまい。元気マンチャンネル。今お昼ご飯食べて、これから土作りを兼ねて米ぬかとか落ち葉を、回収しに行こうかなと思います。寒い、今本当にもう外雪が降ってきて寒い。今回回収する米ぬかなんですけど、玄米を精米して白いお米にしていく中で出る玄米の皮の部分を米ぬかと言います。またこの米ぬかにはお米の約9割の栄養分が入っていると言われており、一番健康な部分を剥ぎ取ったものが米ぬかになります。なかなか米ぬかって食べにくいので、玄米を精米するときに何割残すっていうのが選べるので、ぜひそういったやり方も試してみてください。栄養価の高い米ぬかは人間にとってもそうなんですけど、土にとっても同じです。米ぬかは土の中にいる微生物さんの餌となる養分がとても豊富です。その微生物さんがめちゃめちゃ元気に働いて、畑に養分が溜まって、その養分を吸ってお野菜たちが元気に育つわけです。しかし米ぬかを大量に使いすぎてしまうと、微生物がとてもとても元気になりすぎて、そこの中の土の中のバランスがおかしくなってしまって、植物にダメージを与えてしまったり、また米ぬかにはとっても栄養素が多いので、また畑以外のところから害虫が集まってきてしまうので、使い方は要注意です。寒い時期に米ぬかを使って土作りをするんですけど、だいたい8箇所ぐらい精米所を回ります。うお空ですね。ここは結構米ぬかはなんか人気で、こういう精米機もあるんですけど、結構空の日が多いっすね。で、米ぬかはこんな感じ。これが、サラサラしてて。続いて落ち葉の回収をしていきます。いやー、だんだん寒くなってきて、本当に本格的に雪が降ってきました。落ち葉自体にあまり栄養があるわけではなく、土の中の微生物を増やして元気にしてくれたり、栄養分を保ってくれたり、水はけを良くしてくれたりと、違った効果が落ち葉などにはあります。落ち葉はとても土に帰るのに時間がかかるので、入れすぎには要注意です。落ち葉は堆肥を作ったりする場合に主に使います。これから地元松川町、学校給食の研修会というか、会議に参加させていただきます。有機栽培でお野菜を作り、まあ、それを学校給食の方で届けるという活動を、地元でやってるので、まあ、そちらの方でまだ僕自身まだお野菜は出してないんですけど、今年度の作付けの研修も含め、会議に参加させていただきます。はい、まあ、少しずつですが僕も、学校給食の方に、子どもたちにお野菜を届けていけられるように頑張っていこうかなと思う段階で、今日はそのお話し会に行ってまいります。はい、今無事終わりました。帰ります。寒いね。はい、今
お風呂とご飯を食べ終わったので、これから、今日の反省とかあと研修で出た、課題とかがまだあるので、その課題とかを生かして、これからの作付け野菜を作っていく計画の中にはめ込んでいこうかなと思いますあとはそうですね、これからの時間はもう本当に本読んだりとか自分が今考えている農業についてどういう価値を埋めるのかなっていうのも少しずつ考えながらその理想に近づけられるような計画をいっぱい考えてとりあえずやれることをやっていこうかなと思います。はい、勉強します。元気はものすごくタイピングが遅くて苦手ですしかし事業計画であったり動画の編集を重ねていく中でタイピングが割とできるようになりました。これも農業のおかげです。サンキュー。はい、今回は冬場の野菜農家の一日をお送りしました。まだ元気マン自身も本業農家になって数ヶ月なんですが、これからはしっかり野菜の価値そして農家としての価値を上げられるような最強農家を目指してやっていきたいと思います。ぜひチャンネル登録いいねコメントよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。みんなで農業盛り上げましょう。